皆さん、札幌一番の袋麺お好きですか？私はいつも味噌か塩で迷ってしまうんですよね。どちらも50年以上の人気麺、ロングセラーです。札幌一番味噌ラーメン、1968年から販売。札幌一番塩ラーメン、1971年から販売。昭和と令和の具材の違い。昭和はエビが1匹、令和はエビが2匹。昭和の方にはメンマが入ってました。令和はメンマがなくなっていますね。昭和と令和の具材の違い。昭和はネギが多いです。令和はコーンがたっぷり入ってます。チャーシューも入ってますよ。80年代、札幌一番、おもしろ時計プレゼント。このキャンペーン、覚えてる方、いらっしゃいますか？袋麺を集めたら、かぐや姫のおもしろ時計、桃太郎のおもしろ時計、どちらかが、もらいました。兄ちゃん子欲しかった。1990年から札幌一番味噌ラーメン、塩ラーメンはご覧の通り、ずっと人気の袋麺であり続けています。いつもどっちか迷っちゃいますよね。札幌一番といえば、藤岡拓也さんのこの優しい笑顔がずっと印象に残っているんですよね。